エドアルド・ロドリゲス・ベルツェは、ボリビアの裁判官。元暫定大統領。大統領職に就く前は最高裁判所の裁判長であった。1956年にコチャバンバに生まれる。ロドリゲスは法律家であり、公衆行政の修士号を持っている。彼はボリビアで最高のレベルにあると言われるサンアウグスティン高校で、学んだ後、コチャバンバの三詞門大学に進み、 アメリカ合衆国のハーバード大学で修士号を取った。天然ガス会社の民営化をめぐる暴動により、ボリビアガス紛争が起こり、カルロス・メサヒスベルト大統領は議会に辞任を申し出た。この時、上院と下院の議長である、オルマンド・バカディエスとマリオ・コシオが、いずれも大統領職に就くことを拒否したため、暫定大統領就任順位が4番目である。 最高裁判所長にその椅子が回ることになった。かくして、ロドリゲスは2005年6月10日に、ボリビア大統領になることが決まった。ロドリゲスはこれまでの政治混乱に直接、関係してこなかった数少ない人物であるとして、この就任は政府に反対し続けていた人たちによって、支持された。ありがとうございます。